皆さん拙速してますか？ネットでの炎上に関する一考察、解説の長江育です。皆さん退屈してますか？変態ド M のひなない天使です。ということで今回は恐れ多くも天界より僧侶娘様にお越しいただいたわけですが。つまり、今回もド M 会ってことね。その通りです。ということで、今回のテーマは、ネットでの炎上です。まあこれはねえ、前回私たちで説明した商標登録問題もそうだけど、いつも誰かしらがネットで炎上してるからね。まあこのチャンネルでもそれ関係の事件の考察やってるからある意味お世話になってるわけだけど。そう、我々もある意味この恩恵に預かっているわけですし、そもそも人間はこうやって炎上している人を干渉するのを好む生き物です。だから炎上ネタには需要があるし、それを扱う YouTuber も少なくない。ちょっと前には例の商標登録事件とか、現在では服ができなくて革命の意味がわからない少年革命家とか、そういう大物が定期的に出てくるし、それ以外でもいわゆるツイフェミやらバカッターやら撮り鉄やらがやらかして、時事系 YouTuber のネタになってるわけで、これはもう、炎上が我々の生活の一部になりつつあると言っても過言ではないわね。いやそれはさすがに過言やろ。まあその辺はともかく、現状我々は、視聴者の目線でネットでの炎上事件を視聴しています。そうやって安全なところから他人の炎上を見ているからこそ娯楽になるわけですね。安全なところから、っていうのは大事よね。ド M 的にはつまらないけど、自分は安全、他人は不幸、っていうこの差を実感できることは幸せなことなんでしょうね。地上の人間にとっては。炎上、ネタが特殊なのは、違う言い方をすれば、炎上、が通常の報道と異なるのはこの点にあります。炎上事件の報道なり動画なりを視聴する際、視聴者は当事者よりも立場が上になるんですよ。これはたまらん。まあもちろん通常の報道としての価値もあるわけですが、この点において炎上ネタが注目されたり再生される頻度が高くなるわけです。そして近年では SNS という便利な仕組みがあり、これを使うことで炎上の当事者に関係することができます。まあ早い話が批判のコメント送ったり批判する動画作って公開することができるってことね。そう。つまり炎上してる人に燃料投下してさらに炎上させることができるわけです。これはテレビみたいなオールドメディアと違うところよね。ただ見てるだけじゃなくて能動的に関与して煽ったりさらに炎上させることができるわけだ。そういう意味では、この、炎上、は我々一般人にも大いに関係ある事柄なわけです。いやまさに大炎上時代。これ割と冗談じゃないんですよね。ここのうつ主にしても、小さいとはいえこのチャンネルで情報発信しているわけですし、この動画も含めて発信した情報が原因で炎上する危険は常にあるわけです。またさらに言えば、これら動画にコメントしている視聴者の皆さんにも、同様の危険はあるわけです。他人の動画とかツイートにコメントするのだって、情報発信、だからね。YouTube にしても Twitter にしても、現在では誰でも簡単に情報発信ができる。そういう意味では誰もが情報発信者なり YouTuber になれるわけで、そしてそれは誰もが炎上するリスクを抱えているということでもあるわけね。そういうことです。うぷ主も一応 YouTuber としてそれなりの機関活動していますし、チャンネル炎上のリスクについては響きをつけているわけですよ。そしてその経験から言わせていただければ、ネットで情報発信することのリスク、炎上リスクは、一般の方が思われているよりもはるかに深刻です。何気ないツイートとか動画とかで簡単に炎上するからね。最近では、その辺の一般人が一日にして時の人になる可能性だってあるわけだ。これは決して大げさな話ではありません。最近ではさすがに減りましたが、いわゆる、バイトテロ、のように、勤務先などで不法行為をしてそれをツイッターなどで発信すれば、その情報は一瞬で拡散して大炎上します。実際、例のゆずは事件では24時間もかかってなかったからね。大炎上するのに、世の中には炎上ネタを専門的に扱われている YouTuber の方もいらっしゃいますからね。炎上の条件を満たした情報を発信してしまった場合、その情報は一瞬で全世界に拡散して取り戻すことができなくなります。これうぷ主が今回の動画のために整理したんですが、そのための仕組みというか構造が世の中に構築されてしまっているんです。これを知ることは情報発信を行う際に非常に重要であると、ここのうぷ主は考えたので、今回はそのあたりについていろいろとご説明していこうかと。何気ない情報発信が原因でネットのおもちゃとか食い物にされるかもしれないわけだからね。よほどのド M でもない限りそんなことしちゃダメだよ。ということで、ここから具体的なご説明に入りますが、今回は情報量が多いのでうぷ主作成の図を使いながらご説明します。ということで、これが平常の情報発信です。上の第2階層にいる情報発信者が、第1階層にいる一般視聴者に情報発信するわけね。そうですね。なお、ここで言う、階層、は、扱う情報の強度で分類しています。上の階層ほど強い情報発信ができるってことね。そうですね。ですから情報を発信する人間はそれを受信する人間よりも上位に設定しています。通常はこの発信者と受信者の間で情報の送受信が行われます。矢印が双方向になってるのは受信者側もコメントできるからってことね。そうですね。これがテレビなどのオールドメディアとの違いです。とはいえ、情報発信力の強度についてはもともとの発信者、YouTube で言えば動画のうぷ主の方が圧倒的に上であることがほとんどです。まあ YouTube ならコメントするだけだからね。他人の作った動画を見るだけの人にできるのは。なので、
両者の間にはものすごく大きな差があることになります。そしてこの力関係のもとに情報の送受信を行う限り、炎上という現象が起こることはほぼありません。まあそれはそうか。でもあれ、たまに、嵐コメントがたくさん来て炎上しました、って言ってる発信者の人いるわよね。それはこういう状況ですね。確かに視聴者の一部がいわゆる嵐、になってクソリプを送ってくることはあります。ただし、ほとんどの場合、これでチャンネルが炎上することはありません。まあ情報発信者が自虐的に、炎上、ということはあるでしょうが、これからご説明する本当の炎上に比べれば全くもって小規模なものです。まあよほど荒れたチャンネルでもない限り嵐コメントなんてほんの一部だからね。っていうかうちのチャンネルにもたまに来るし。当チャンネルの高評価率はだいたい 97% ですが、逆に言えば 3% は低評価がついているわけですからね。そしてほとんどの動画には100以上のコメントがついてますから、まあ一つの動画に数件の嵐コメントが来ることも普通です。もちろん批判的な意見が全て嵐というわけじゃないけれど、でも明らかに動画の内容を見ずに批判してたり、あとは明らかに言葉遣いがなってないコメントもそれなりに来るのよね。こういった、著しく質の低いコメント、のことをここでクソリプと言っていますが、やはりそれなりのストレスにはなるものです。まあ自分のチャンネル荒らされて喜ぶド M は多くないわよね。そういうことです。ただし、これによるストレス、負荷はさほど大きなものではありません。動画の内容がよほど不適切でない限り、否定的なコメントがつくことは多くないはずですし、少数のクソリプなど、大多数の真っ当なコメントに埋もれて無力化します。YouTube ならコメントの表示順を、評価順、にすることで、そういったクソリプが下に表示されるように設定できるからね。そんなのわざわざ見に行かない限り閲覧できないわよ。一方で、コメントの絶対数というものは動画の評価に直結します。なので、そういった嵐コメントやクソリプというのは、一つのコメントとして、動画の評価を上げる効果があるんですよ。つまり、動画の肥やしになってくれるってことね。嵐のつもりが、結果として対象動画の評価を上げただけ、になるんですよね。ほとんどの場合は、なのでそういった仕組みを理解していれば、こういった嵐コメントによるストレスはほぼなくなります。これ嵐やってる人はそのことわかってるのかしらね。まあそれか本人は嵐やってる自覚がないのかもしれないけど。さらに言っておくと YouTube の場合、そういったクソリプは各動画の最下部にて投稿者のアカウント名付きで表示されます。アカウント名付きでね。大事なことなので2回言いました。ということで、この階層からの攻撃でチャンネルが炎上することはまずありません。程度のストレスを感じる程度ってことね。まあその程度のストレスにも耐えられない人もたまにいるみたいだけど。でも全世界に向けて情報発信してるわけだからそれぐらいは覚悟しておかないとね。そうですね。また、ここでこの嵐やらクソリプへの対応を誤って炎上することもありえます。ああ、以前プロゲーマーがやらかしてたわね。嵐と互角の戦いを繰り広げてしまったやつ。これ実は嵐がきっかけになっただけで炎上については別の勢力が関与してるんですけどね。そしてその別の勢力、がこの上の階層に存在しているわけです。なのでここからはそこのところについてご説明していきましょう。ではここで一旦広告です。ということでここから第2階層のご説明です。この第2階層にて情報発信者を待ち受けるもの、それは、別の情報発信者。あっこれはあかんやつや。上昇負荷は第1層のそれに加えてチャンネルの信用損失。具体的には、ある情報発信者の不法またはそれに準ずる行為について、別の情報発信者が動画や記事にしてそれを SNS で発信するという状況ですね。要はやらかした YouTuber の話を別の YouTuber が動画にするってことよ。さっき話に出たゲーマーの人は時事系 YouTuber にネタにされてたわね。この時は過去の暴言が発掘され、その暴言とセットで動画化されたことで事態が悪化してます。この時はこれがかなり痛かったみたいね。過去の発言の方が質量ともに色々ヘビーだったし、それがなければあそこまで炎上はしなかったんじゃないの。まあ全部自分で発言したことだから自業自得ではあるんだけど。結果、そのわずか2日後に彼女は所属事務所から契約を解除されました。なお、この事件を扱う動画は YouTube に大量に投稿されており、数十万回再生されているものも少なくありません。恐るべきは第2階層とその上昇負荷。あとは、例のゆずは事件もまさにこれで炎上しましたからね。それと現在絶賛炎上中のユタボンもこのパターンです。っていうかそもそも、最近はこの状態が炎上でしょうもはや。そうですね。彼らの影響力は単なる視聴者とは文字通り次元が違います。ここと同じ、登録者数万人程度のチャンネルでも何十万の再生数を稼ぎますからね。炎上系の動画っていうのは需要あるしね。先ほどもご説明した通り、人間というのはいわゆるゴシップが大好きですからね。そしてネットでの炎上というのはものすごく使い勝手のいいゴシップです。ネットに出した情報っていうのは公開情報だからね。そして公開情報を批判論評すること自体は全く問題ない。そこへ持ってきてネットでアホさらした情報発信者がいたら、そりゃ教育やろな。皆さん、ここにアホがいますよ。みんなでバカにしましょう。みたいな動画作られてネットのおもちゃにされるわけね。まあものすごく悪い言い方をすればそういうことです。
これ顔とか個人情報出してるかによって深刻度合いが違ってくるだろうけど、少なくとも情報発信者としての社会的信用は下がるわね。まあ炎上系で活動しているとかなら話は別でしょうが、ここのオープン主みたいに解説やってる場合は深刻ですね。いやネットのおもちゃにされてるようなやつが解説すんなよみたいになりますから。そしてこれ実はものすごく重要なことです。なぜならネットで情報発信を行っている人間は全て、この危険を背負っているからです。これを分かってない人がやらかして炎上しちゃうんだよね。飲み屋でお友達とかとヨタ話してるのとは全くもってわけが違う。でないとこの階層にいる現世生物の標的にされちゃうんだよ。これを利用して成長したチャンネルは数知れず。それに、この階層にいる情報発信者は大体有能だからね。登録者1万超えぐらいになれば相当のスキルと影響力がある。他人が作った動画にクソリプ送って喜んでる第一階層の嵐とは比較にならないわよ。なお、ここのオープン主はこういった炎上案件を取り扱う情報発信者のことを悪く言うつもりはありません。先ほどもお話しした通り、SNS などに投稿した動画なりツイートなりは全て公開情報、ですからね。それを批判論評することは、表現の自由、として広く認められています。なのでこれは合法であり、社会通念上も許容される行為です。っていうかここのオープン主もよく見てるからね。そういう動画。もちろん、批判論評の範囲を超えた誹謗中傷は許されませんが、それはまた別のお話です。っていうか普通に情報発信してたらこの階層から標的にされることはないんだけどね。当然ですが、ここで標的にされるのは、炎上ネタにすることで視聴数が稼げるような動画、です。そして炎上ネタとして取り扱うためには、当該動画に、何らかの歌詞、がある必要があります。逆に言えば、そういった歌詞がなければ炎上ネタにされることはないってことよ。だから普通に良識ある情報発信をしていればここのリスクは避けられる。これも先ほどもお話しした通り、この階層で実績を上げるような情報発信者は大体有能です。なので歌詞のない相手を炎上させようとする可能性は非常に低いんですよ。そんなことしたら自分が炎上するからね。そんなヘマをやるようなのはこの階層にはほとんどいないはずだよ。まあたまにヘマして自爆炎上する人もいらっしゃいますがそれは少数の例外でしょう。しかし何にしても、この階層の住人に標的と認識されることは極めて危険です。だからネットで情報発信する人はよくよく気をつけるようにしなさいね。ここで炎上するのは YouTuber だけじゃないよ。最近ではあまり見かけませんが Twitter で炎上する人は未だにいますからね。バイトテロみたいなのは見なくなったけど、最近だとツイフェミとかがおもちゃにされてるわね。まああれほど炎上させやすい人たちはなかなかいませんからね。ご存じない方のために簡単にご説明しておくと、ツイフェミというのは、ツイッターフェミニストの略で、ツイッター上でフェミニズム的な言動を展開する人のことを指すネットスラングです。フェミニズム的。あれはほんとネットならではの存在ですね。本来フェミニズムというのものは男女平等を追求するための思想なり活動なんですが、その名前を借りて他人を攻撃したりいいねを稼ごうとする小人物が、スナック感覚でツイッターという仕組みを使い怪情報を発信する。その言動があまりにもおかしいのでよく炎上ネタにされているわけです。こういう、自分の正義を確信した頭の悪い人、っていうのはいろいろとやらかしてくれるからね。それがツイッターみたいに簡単に情報発信できる仕組みを使って活動してる。炎上狙いの動画配信者にとってこれほどありがたい存在はないはずだよ。実際、ツイフェミっていう言葉はほぼ別称として定着してますからね。一部の人間がツイッターで自爆を繰り返し、それを他の情報発信者がネタにした結果として。真っ当なフェミニストからするとこれほど迷惑な話はないでしょうね全く。本人はフェミニスト活動に貢献してるつもりかもしれないけど、笑われる、のと笑わせる、のは似ているようで全然違うんやで。そういう無能でも、ツイッターという仕組みがあるおかげで情報発信ができてしまうんですよ。そして周囲に多大な迷惑をかけながら自滅する。これは、情報発信が気軽にできる、ということが素晴らしいことである一方、本来は慎重に行わなければならない情報発信が雑に行われてしまう危険もあるということです。そしてそれを分かってない連中がここにいる情報発信者の餌になるわけだ。これは少々余談ですが、ツイッターって炎上リスクが高いんですよね。今言った通り、簡単に情報発信できてしまう上に、炎上するリスクはそれなりに高いからね。それでいて収益になるわけでもないから正直割に合わないと思います。ツイッターってものすごく手軽に情報発信ができますが、それをやった瞬間に第二階層の住人になるということですからね。つまり、嵐やら別の情報発信者から攻撃を受ける可能性があるってこった。だからここのオープン主ツイッターやってないのよね。はい。非常に危険なことだと思いますので、これは完全にオープン主個人の考えですが、ネットの世界で、つぶやく、というのがそもそも危険なんですよ。今までの説明の通り、ネットの世界はものすごく危険だからね。そこで情報発信するときには細心の注意を払う必要があるはずなのよ。内容に間違いとか誹謗中傷に該当するものがないかを確認しながらね。それをやらずにこんな危険地帯で情報発信なんかやってたら、そりゃトラブルになっても不思議はないでしょ。いや俺は結構暴言とかツイートしてるよって人いるかもですが、それで問題になっていないのはその人が無名だからです。
ならいいじゃないかと思うかもしれませんが、しかし将来その人がネットの世界で活動して有名になった時、過去の暴言ツイートが掘り出されてそれを理由に炎上する可能性は残ります。もちろん本当にそうなる可能性はいろいろと低いでしょうが、しかし少なくともいいことはありませんよね。ツイッターで人の悪口書いたとしても。一方で万一やらかした時の代償は大きい。人間、気分のいい時もあれば悪い時もある。普段は礼儀正しい人でも、何かの弾みで暴言をツイートするかもしれないし、嵐にレスバ仕掛けられてそこで汚い言葉を使うかもしれない。そういうことが起こりやすいんですよね。つぶやき、お気軽にネットに発信するツールという性質上、そして何かの弾みで一つでも不適切な情報を発信してしまえば、最悪の場合その一つで炎上します。そしてその履歴は半永久的に残る。この先、ネットの世界で情報発信できなくなる、ということの不利益は大きくなるよ。そこまでいかなくても、ネットでの信用を失えばその損失は大きい。そんな状況で人の悪口ネットに発信して得することなんか一つもない。しかしその履歴は半永久的に残ってその人の人生を狂わせる爆弾になりうる。あの有名 YouTuber は過去に Twitter で誹謗中傷を繰り返していた、みたいな時事ニュース動画が YouTube に投稿されるかもしれないのよ。後に残るのは嘆きと悲しみだけです。だからうぷ主は Twitter やらないし、他の方もやるのは結構ですが、その場合は取り扱いには重々お気をつけて。特に、誰かを批判したり否定的な意見を発信するときはね、その情報は全世界に発信されて半永久的に残るから。そういうことを総合した場合、ネットの世界はアビスの下部階層、また派惑星メルキア並みに危険な場所です。あらゆる悪徳が武装するうどの街。そこで活動するからにはそれなりの覚悟と準備が必要というのがうぷ主の考えです。だからここのうぷ主はツイッターをやりませんし、ネットでの情報発信は YouTube 一本に絞り、そこから出す情報については厳格に管理しています。戦場では、油断したやつから死んでいくんだ。ということで少々ツイッターに話がそれましたが、これで第二階層の恐ろしさがわかったでしょうか。しかしネットの真相はまだ深く、恐ろしいものです。そして物語は第三層へ。ではここでまた広告です。ということで、ネットでの炎上にはまだ上のステージがありますが、ここからはその第3階層について。SNS 運営とマスコミ。上昇負荷は第2階層に加えてチャンネルそのものの喪失。第2階層までの炎上はあくまで情報発信者同士あるいは情報発信者と視聴者間のものです。なので、それにとどまる限りは実生活に深刻な損害が発生する可能性は少ないのですが、しかし炎上の階層がここまで上がると話は違ってきます。例えば、炎上の話を聞きつけたマスコミがそのことをテレビや新聞などで報道したら、炎上は別次元に突入することになります。衰えたとはいえ、テレビ局とかの情報発信力はものすごく大きいからね。中堅 YouTube チャンネルよりははるかに大きな影響力を持ってる。YouTube 見てない人たちにも悪名が広がってしまうわけだ。あと、こうなったら第二階層の YouTuber の動きもますます活発化するだろうね。ついにあの事件がマスコミでも報道されました。みたいにね。この段階で炎上のレベルは一つ上がるわけですが、そうやって騒ぎが大きくなると、いずれ SNS の運営にも問題視されるようになります。そしてこの問題も非常に深刻です。これは炎上した理由にもよりますが、それが法令や公序良俗、または SNS の利用規約に反している場合、アカウント全体、または収益化などの権限を停止される可能性が出てきますので、これやられたらチャンネルにとっては大損害でしょうね。第2階層の場合は、ただ炎上してるってだけでチャンネル運営自体はできてたし、なんなら炎上したおかげで一時的に再生数が増えることも少なくない。その意味では悪いことばかりでもなかったわけだけど、チャンネルの信用は失いますが、しかし考えようによってはそれだけの話ですからね。炎上系で行く覚悟と判断があるのならむしろ好都合なわけですが、しかし例えば YouTube の運営は迷惑行為などを禁じていますので、炎上した結果運営に目をつけられて迷惑行為が確認されれば、収益を止められたりアカウントを停止されることは十分あります。そういえばガーシーとかヘズマユーはアカウント止められたし、最近だとユタボンは釣り動画の収益止められてるんじゃないかって話もあるわね。チャンネル全体の収益はまだ生きてるみたいだけど。しかし規約違反を繰り返していけば、いずれ収益またはアカウント自体停止される可能性も十分あるでしょう。やはり炎上狙いのチャンネル運営というのはものすごく筋が悪いということではないかと。やっぱり他人を騙したりけなしたりするような行動ってのは割に合わないことが多いってことでしょうね。YouTube に限らず、SNS 運営している人からしても、自分たちが運営しているサイトで悪事が行われて嬉しいと思うはずないし、当然そういうことしてはいけませんということは規約にも明記する。でも大量の動画や情報が投稿されてるからその全てを確認できない。だから AI に監視させることが多くて、その後動作でゆっくり解説とかの収益が剥がされたりもするわけだけど。しかし、炎上の規模が大きくなれば当然それは目立つわけで、そうなると運営が人力で確認しに来ます。
要するに、運営に目をつけられた状態になるわけですが、これはチャンネル運営者にとっては非常に危機的な状況です。人間がちゃんと確認して NG になったらその結果は覆らないからね。ゆっくり解説の収益剥奪は大抵短期間で解決するけど、こっちは誤作動じゃないから解決しない可能性が高い。そして最悪の場合、SNS から永久追放されます。それと社会からもほぼ追放されるでしょうけどね。この段階まで来ればリアルでも悪名が知れ渡ってるから。つまり、リアル社会とネットの世界の両方で居場所を失います。これは、きつすぎる。今ならリアル社会から追放されてもネットの世界で活動して収益も得られるけど、でも両方から追放されたらもうどうしようもない。確かに、これはネットで炎上、異常の状況ね。まあ犯罪とか詐欺とか、相当に悪質でなければここまで行くことはないでしょうけどね。視聴者の皆さんも、犯罪またはそれに類する行為で再生数を稼ぐようなことはされませんように。どう考えても割に合わないからね。ということで、第3階層については以上ですが、最後にこの上の第4階層についてご説明します。ネットでの炎上に関する一考察、まだまだ続きます。ということで、ここからが炎上における最新層。陽性。上昇負荷は社会性の喪失。まあ実際 YouTube の動画が原因で懲役1年6ヶ月とか食らってる人もいるわけだからね。とはいえここまでされるのは、情報発信の過程で犯罪またはそれに準ずる行為をした場合だけですが。まあでも本当に犯罪やっちゃってた場合、その証拠を動画やらツイートやらで自分から発信してるわけだからね。警察からすると捜査がしやすくて結構なことだろう。そういうことです。さらに言えば、そういった犯罪の証拠が公開されている以上、警察などの行政は放置できません。明らかに犯罪が行われているのに処分しないということは怠慢とみなされる恐れがありますからね。だから優先的に対応せざるを得なくなるし処分も厳正に行われる可能性が高い。放置してるとサボってるように見えるからね。証拠が公開されてるのに何もしないってことになるから。特に、その動画が何万何十万回再生されたり、テレビとかの大手メディアで報道されるようになったらね。そして最悪は逮捕されて懲役くらいます。そしてその情報はまた YouTube やらテレビやらでも取り上げられるわけだ。終わることのない憎しみの連鎖。しかし不適切な情報発信をしただけで最悪こうなるっていうのは恐ろしいことだね。まあ今回のお話はあくまで最悪の場合というか非常に極端な例ですので、常識の範囲内で情報発信を行っていれば、第2階層以上の炎上を起こすことはまずありません。多少常識がない場合でも、まあ第2階層ぐらいで済むでしょう。いわゆるついてみ芸人でも到達できるのはここまでだからね。あれだけめちゃくちゃな理屈で誹謗中傷を繰り返してるのに。まあ彼らの場合、あくまで言論の範囲内で収まってますからね。その言論の内容があまりにもひどいからそれを表れているだけで、物理的に何かを破壊したり窃盗や詐欺を行ったわけでもありません。第3階層と第4階層にはかなり大きな隔たりがあるんですよ。現在絶賛炎上中のユタボンでさえ、第3階層に上がるかどうかぐらいですから。マスコミには取り上げられてるけど、そこでは好意的な報道が多いからね。時事系 YouTuber がこぞってネタにしてて大炎上してるみたいにはなってるけど。とはいえ、明確に違法行為を行っているわけではありませんから。それ以上炎上する可能性は低いでしょう。もともとアンチが多かったところにクラファン等のトラブルを動画にされてさらに炎上。そこへ持ってきて彼らが良くなかったのは、まずはそういった攻撃に反撃したこと。反撃したくなる気持ちはわかるけど、それって相手にネタ提供してるようなものだからね。こういうのは放置するのが最善だと思うんだけど。それと再生数を稼ぐために釣り動画を上げてしまったことでしょうね。これで当該動画の収益停止されてるっぽいんだよね。これ同じ動画投稿者として気持ちはよくわかるんですが、批判にマジレスと、視聴者を騙して再生数を稼ぐ、は多くの場合最悪手です。これをやると一時的に再生数は伸びますが、それと引き換えにチャンネルの評価や信用を失います。信用をなくす、というのはものすごく痛いわね。特に現状みたいに情報発信者が無数にいる場合はね。情報を受信する側からすれば、発信者は自由に選べるわけだから。そんな中で視聴者の悪口言ったり釣り動画出すようなチャンネルを見ようとする人は少ないはず。そういうことです。そうやって視聴者からの信用をなくす一方で、その過程を炎上事件として発信する別の情報発信者が視聴者を獲得する。そしてそういう構造というか生態系というべきものがネットの世界に存在している。これもまた、ネットでの炎上の特徴と言えるでしょう。よそのチャンネルやら情報発信者を炎上させることで利益を得られるという構造がネットに存在していることは非常に重要です。いや、まさに大炎上時代。の世界ではあらゆる悪徳が武装していると考えるべきでしょうね。それを知らない人間が思ったことをそのままネットで発信するとどうなるか。そら教育やろなぁ。というところで、今回は若干短めですがここまでとしたいと思います。視聴者の皆さんもネットで情報発信するときは気をつけてね。ここのチャンネルでやるつもりはないけど、最近は悪質コメントを晒し上げてそれを動画のネタにしたり、悪質コメントした人に法的措置を行う情報発信者も結構いるからね。そういうことされるのが好きなド M なら良いけど、そうでないなら炎上の原因になるような情報発信はネットでやらないようにね。そんなことしてもいいこと一つもない上に最悪人生積むよ。それでは、紙切れよりも薄い己の命、燃え尽きるまでわずか数秒。